あ、どうも。楽しい美味しいご飯の時間ですよ。お久しぶりでございます。いやいや、めちゃめちゃ楽しみです。めちゃめちゃ楽しみです。お久しぶりでございます。少々お待ちください。準備します。ちょっと冷めちったかな。私今日の唐揚げ、いい唐揚げでございます。見るからにいい唐揚げでございます。いやいや、素晴らしいぞ。ホットホットでございます。ホットホットでございます。最初に七味を半分かけます。カツ丼でございます。半分かけるというか半分にかけます。唐揚げスパイスも半分にかけます。いや、ていうか今日の唐揚げすげえぞ。あ、楽しそう。今日の唐揚げも見るからにいいぞ。どうしたおい、どうした。ホットホットさん、パワーアップしちゃいましたか。ホタテを舐めるなよ。何でしょう、いきなりホタテになりました。おっと、唐揚げエキス汁が出とるぞ。出とるぞ。俺出てます、出てます、出まくりやがってます。もうちょい近づけようか。こうしようか。こうだね。ありがとうございます。ホットホットさん、すいません、興奮しちゃいました。もっともっと作戦でございます。いただきます。唐揚げからいこう。逆になってる感じ。いい唐揚げだぞ。今日の唐揚げいい唐揚げだぞ。いただきます。でかいよ。 1,2,3,4 ちょっと待って、いただきます。あんこ最高。いいよ。うんうん。うん。お、六、七、八、九、あれ。一、二、三、四、一、二、三、四、五、六、七、八、九、一。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個だ、10個。いやいいね。今のサイズ10個だったらとんでもなかったんだけど、こういうのもあるからな。そりゃもうあれですよ。うん、今のがスパイスかけてるやつ。いいよ、唐揚げ。あんこや、文句なし。文句なしです。カツ丼。ああ、この漬物もいいな。買ったのかな。それでも最近の話なんだろうか。ロッケンロールなお父さんに会ったね。ロッケンロールですよ、完全に。これは本当に見た目というか、すごい爽やかというか、その爽やかじゃない、綺麗な白木パラ、綺麗なおしゃれ、おしゃれな服着てさ、しっかりピシッとされてる、まあ70代ぐらいの先輩なんですけど、まあ直接の関わりはないですよ。僕は初めてお見かけした方がおってね、もう綺麗に、もうさっぱりして綺麗にスマートに本当にされてる方なんだけど、大きい声がね聞こえたからなんだろうなと思ってみたら、そういうその方がね、はい、あ、ごめん、
お母さんサッカー上手だな。お母さんサッカー上手。何の話でしたっけ。そう、綺麗な服着たそのお父さん先輩がね、だ直接の関わりない先輩ですよ、いらっしゃったんですけど、大きい声聞こえて、なんじゃらほいと、なんでしょうねって見てみたら、で、その何回目から聞こえてきたのまた、そしたらでっかい声でだよ、女は魔女、女は魔女つってでっかい声で叫んでるわけ、で通る女性、通る女性みんなにも指さして女は魔女、女は魔女つってでっかい声で叫んでるわけ、いやすげえなと。そういう新しい宗教の方なのか、だから何かね、若い子にあったのか、魔法にかけられたってことかな、ねえ、会う女性に魔法にかけられちゃうと、僕みたいな人だな、好きになっちゃう、そういうことか、そういうことなのかもしれないな。通る人どうしよう、女は魔女、女は魔女ってでっかいこと叫んでるもんだから、何があったんだよと、あ、聞いたりしないですよ、まあ、よっぽど時間があればまたちょっとお話よろしいでしょうかということでインタビューさせていただいて、あれでしたらこのカメラ回させていただいてもって話してもいいんだけど、ちょっと急いでおったもんだからそれはしなかったです。手が冷たくなってきた、女は魔女、女は魔女、何やったんだろうな、まあ、多分騙されたとかするんじゃない、あの感じだと、あの感じだと結構攻撃的な部分もあったからな、声の波長にですよ、波長このトーンという訴えかけておったから、たっぷり置いたの忘れて、たっぷり、うん、忘れてました。ミスターホットモット木島です。ミスターカツの木島です。もっと言えばミスター唐揚げ木島です。魔女のお父さん先輩、またちょっとお会いしたいな、お会いっていうあれじゃないけど話もしてないんだから、箇所に振りかかりすぎたから、それを他の唐揚げにもあげてるわけよスパイスを、うん、
毎回この唐揚げだと嬉しいな。っていうか10個全部が1個目の大きさだったらもっと嬉しいな。がたっぷりかかってるところは辛いな。辛くて美味しいな。危ない辛辛七味がかったっぷりか辛い。あと50年ぐらいした。僕がミンチバターで七味は辛い、七味は辛いって言ってるかもしれないですよ。わかんないけど、まあ、あの人よっぽど何かあったんだろうなと思ってください。その時はそんなことをみんなに、ね、伝えたいんだなと、七味の辛いことをみんなに伝えたいんだなと、あのおじさんは、あのおじいさんかも、そう思って見てください。もし何十年か後に僕がそうやってやってたら、うん、もう食べよっちゃうよ。海苔弁にして、うまっ。ちくわとなんだっけ、白身魚のフライも行きたいなと思ったんだけど、カツ丼にしました。よかったんじゃないかな、この選択で。そう思ってます。いや素晴らしかった、美味しかった。ホットモットのカツ丼とチキンバスケット、いつも忘れちゃう、チキンボックス、チキンバスケット、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ガンボンチャード。